多分ね始まってるんじゃないかなと思われ、うん、なんでそこに書いたの俺の質問。え、俺の質問そこに書いてる、ね、口で言うんじゃなくて。口でも言ったじゃん。嘘？言ったっけ？言った言った。あ、本当？うん。失礼しました。始まった。さあ、ちょっとツイーティングぐらいしようと思うので、違う、エクシングぐらいしようと思うんで。いいんだよ、もうツイートでいいんだよ。んだよな。だから。いいんだよ、だって言いにくいもん、エクス。言いにくい。あぶね、あぶね。さあ、ゾクゾクと言い出しておりますよ。さあ、ということでやりましょう、よろしくお願いします、パリサンジェルマン VS、インテルの試合の実況と解説を務めさせていただきます、飲みる佐藤とマヨです。あ、解説のマヨさん、よろしくお願いします。私が解説なの。そうです、私はガヤです。あ、そう。え、よろしくお願いします。声聞こえますか？聞こえます。おお。それはよかったです。よかったですね。今日渡るさん行ってるらしくてね。へえ、そうなんだ。うん、結構ね、いろんなこと言ってるんですよ。私言ってないですけど。うん。ということで皆さんこんばんは。こんばんは。マヨさん。マヨです。マヨさん。はい。勝丸さん。はい。ウエムーさん。はい。世の青年さん。はい。黒うさぎさん。はい。りょうすけさん。はい。ケイジーさん。はい。榊聖太郎さん。はい。いちご屋さん。はい。ノーミルク佐藤さん。はい。ノーコメント組の皆さん。はい。アーカイブの、たくさんの皆さん。はい。お世話になってます。よろしくお願いします。りょうすけさんからマヨですってきました。あ、マヨさん、こんにちは、マヨさん。じゃありょうすけさんは誰なんだって話になるけどね、はい、あ、もうこんがらがってきた。ぐざまるさん、こんばんは。こんばんは。いやー、いやー、雨止んでよかったね。そうですね、よかったからね。雷とね、よかったなと思いますね。あー、そしてね、なでしこってか、女子ね、アメリカが負けそうになったっていう、予選敗退になりそうだったみたいなことがありましたね。ポルトガルとドローね。最近お客さんが女性の方が多く、恋愛相談ばかり受けます。わい、そこまで恋愛してないんだけどなと思いながら、話聞いててほしいんだろうなって思ってます。わらわら。話聞いてくれればもう、そうだね、聞いてよってなるか、なるのよ、うん、それが一番のコミュニケーションよね。私も聞いてほしいもん、誰かに。恋愛相談？うん。まこみなさん、こんばんは。お仕事帰りの電車で聞いてます。こんばんは。怖い、怖い、怖いよ。目？違うの、あれ、あれでしょ？なんとかなんとかさんをもじってるでしょ、このコメント。知らない？あ、知らなかった？何の話かは何とりも分かんなくて。巨大原動機さん？はえ、名前出していいのか分かんないんだけど、某中古屋さんの上司との LINE の上司がこういう感じの。え、まず誰のコメントの話をされてるところからこう。ミネさん。ミナさん？もこみなさん？違う、ミネさん。ミネさん？うん。え、これミネじゃないの？もこみなさんの下の方。もこみなさん。え？え？ミネさん何？あれ、なんで俺ミネさん映ってないの？俺のところに映ってなくて、あれ、なんでだろう？え？話通じなかった。それ通じないね。通じないわ。ごめん、なんか、ミネさん、俺ね、なんかね、なぜかね、
見えないのよ。なんでだ。さっき一瞬だけトップチャットなってたからかな。ごめんよ。え、梅梅ちゃん、赤バレしたって誰に？待って、俺の、こっちから見よう。赤バレしたって。いたわ、ミネさん。ミネさん、見えた。ごめん、あった。見えた？うん。梅梅ちゃんが今許可出したからだと思う。2月、そちなみに、え、でもね、うん、これであってもわかんないわ。わかんなかった。うん。遺跡遺跡対談対談みたいなやつでしょ？巨大伝統機さんでしょ？わかんない。俺、その LINE を知らない？ニュース自体を。あのね、うん。パワハラ、パワハラ。ああ、まあそういうことなんだろうな。熱いんで下げていいですか？あ、多分それ、あの、冷房になってないから。あ、ありがとうございます。冷房にして。はい、OK。で、プラス、他に来た方々で、へなぐちょこおかずさん、むめめし、しおりさん、あみっくん、こんばんはでございます。全然見えなかったわ。戻りますよー。あったった。はぁ、あ。何これ。お、副社長が。何社長？副社長が、ああ、店長ラインに。はぁ、あ、やばくない？何これ。いや、もうこういう感じらしい。そもそもが変じゃん。あ、怖怖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 怖。平和に行こうぜ。まずこずさん、こんばんは。あ、こんばんは、まずさん。いろんなことがあるのね、世の中。あみくん、さぐみさん、こんばんは。こんばんは。いや、ニュースは知ってるよ。うん、問題になってるのは知ってる。まあ、あんまりでも俺、なんだろうね、これで喋ることによってのメリットが薄いから喋んないけど、うん、でも、なんだろう、その LINE とかみたいなその細かいところ、まあ、細かくはないんだろうけど、大枠のところの問題とはちょっと別個のところなのかなって思って、あんまり見てなかったですね、確かに。うん、社長が会見した次の日に LINE 消せっていう社内通達が。うん、てか、もう俺、モットーの話で言うんだと、俺、そこのところで俺、あ、そうだ、思い出したわ。俺さ、なんで見なかったかって、そもそも問題、俺、そこじゃないと思ってて、あの規模の会社でしょ、うん、なんで LINE の、LINE のさ、その仕事用の LINE みたいなパッケージが売ってるのね、うんうん、なんで無料の普通のでやってんだよと思って、あの規模だったら。それでしかもだってお客さんとか扱ってる会社でしょ。ダメだよ、ちゃんとした方に切り替えないと。で、全部見なくなった気がした。はい、平和が一番いいな。そうだそうだね。小津さんへ。ラチェットさん、こんばんは。こっち全員映んないかもしれないからな。え、ボズさんいるの分かる？いや、さっきも挨拶もしたよ。あ、そう。うん。あとは、言ってない人がいるかもしれない。あとは、いた、おちゃんたつ。そして、名村さん、こんばんはでございます。トゥース。トゥース。トゥース。いやーねー。なんだっけ、あの、うん。隅田川花火大会の、うん。中継をお家で見てたんですよね。あ、見てましたね、我々。トゥースが出てましたね。安心感がすごかったですね。うん、トゥース。だってあれね、川崎、まあ、我々も正直川崎バイエルのようにそっち見てたんですけど、うん、全然川崎さん、ごめんなさい、見てないです、すいません。今日もパリインテルをやってるよみたいな感じでそういうの言いましたけど、うん、確かにあのこの配信初めて念のためつけましたが、あの見てないです、うん、ごめんなさい。ごめんなさいでもないね。土曜日はミュージックフェアからもずっとテレビの前でした。そうだね、ちょっとうとうともしつつ、うとうとしつつ食べながら、ありましたね。そんな感じ、そんな感じです。でよ、今日はなんかまた遺跡の話がありましたよっていうところに、ちょうどティートーブンさん、こんばんは。こんばんは。名古屋に5億円ですって、皆さん。
金のシャチホコ買える？いる？わかんないね。え、はるきさんこんばんは。こんばんは。そここね。ピヨーンって。かわいい。ピヨーンって。吉田さんこんばんは。こんばんは。磯野ミルヘイ。ピヨーン。伸びたね、髪ね。ねえ。栗田山岡さんこんばんは。こんばんは。まあ確かにね。久しぶりに聞いたのメタンハイドレートなんて。いやー、てか戻すけど、名古屋の 7億円じゃねえか、5億円はでかいですね。まあ、広島に2億払われるから残り3億としても。で、あとは、ん ?3 億あったら社長を雇いますよ。何するの？ゴルフボールは使わないよ。何するか全然ひらめかなかった。森鳥さんこんばんは。こんばんは。5億なんて存在するの？本当そうですよね。銀行振り込みなのかな。まあそうだと思いますよ。これじゃないの？ダッシュボード。ダッシュボード？ダッシュケース？なんだっけ？あ、ダッシュケース。わかんないや。あれはね、でも徳島からの遺跡ですからね、サンデー君は。助っ人って。ウッディさん、こんばんは。こんばんは。ちゃんと払ってくれるの？まあ、そういう問題もね、なきにしもあらずですから、あれですけど。鎌田君はね、鎌田君はそんなに正直決まっても、多分決まってるんだと思いますけどね。ジェノアじゃないっすよ。ちなみに。もったいぶるね。あのね、細かくは言えないんですけどね、あのうちの白井勇気はもう突き止めてるんですよ。わあ、プレミアです。わあ、これはもう確証を持っています、今のところね。もちろんあのプレミア側のミスである確率はゼロじゃないので何とも言えないですけど、90スーパープレミアですね。だってさ、そうなんですよ。両親よく知ってるね。あのね、あるんですよ、ページがもう。第一鎌田っていう。ただおかしいのが、あの、そのページ、名前は第一鎌田って載ってるのに、あの、URL は違う選手の名前書いてあるんですよ。あ、そうなの。何やってんだと思って。隠したいなんか、わかんないけど。意外じゃないんじゃない？意外とリバプールは。でもチャンピオンズリーグっていう観点からするとどうなんだろうなと思いますけどね。シティに行ってほしいですけどね、やっぱり。シティ色。あ、そういうことだったのね。まあ、あとは、谷くんですか？谷くんわかる。コーセ。おー、すげえ！ベルギー行っちゃった。あ、そう。なんか、ガンバ、に今年から帰ってきたんだけど、もう今年の夏出てくるのも厳しさだって。って話じゃない。まあ。白崎にゃんくん、こんばんは。こんばんは。そんな感じらしいからね。ライアーもなんかいろんなところ話してますけどね。なんか決まらなすぎてわかんないのも、開幕なのに、開幕してるリーグもあるのに。ガンバゴールキーパー取ると思いますけどね。てか取ろうとして取れなかったんじゃないかって人が多分一人いると思いますけど、どうなんでしょうね。いやー、シティの控えが良くなかったでしょうね、あれはね。あのトップ組に関しては別に問題なかったなと思うけど、あの時だと誰だっけ、あのカルバン・フィリップスとかめちゃくちゃ噛んじゃった。
フィリップスとかはちょっとひ厳しかったなと思ったけどね。お隣さんのゴールキーパーって東口と石川だけです。なんで、まあ、一森返せはさすがにないと思うから、いや、あのガンバが要請してはマリノスが認めないと思うので、なんかないと思ってて、でそれの代わりに帯くんだったんじゃないかなと思うけど、怪我なんでしょうがないって感じだと思いますけどね。あのフィリップスに関してなんかパスつなぐ気は、いや本当でもそういうレベルですよね。なんかハマってないところの話じゃないっていうか、去年出られなかった理由はそりゃわかるわって、練習からあれだったらそりゃそうだなと思いましたけどね。うん。各チームがお金動いてる中、うちのチームは味噌作りしてるの、かわちいね。新潟かわいいな。それで勝負を始めてくれてもなんかいいんじゃないかっていう。ねえ、長倉くんもよろしくお願いしますね。ザイオンは渡さんと。でもザイオンは行く気なさそうな感じがね、しますから。行く気ないってか、もう新トロイデンなんでしょうけどね、行くんであれば。だから、シュミットのあの状況から考えると、なんか移籍しなさそうだなってのがあるんで、どうすんだろうなっていう。ただね、結局ハンダリグなんかもそうですけど、ザイオンも行くにしたって、行くにしたっていうか、移籍の有無のこと考えるんでも、やっぱね、来年の夏には行っちゃうってところがあるでしょうから、どうすんだろうなっていうね、結局。味噌の完成、12月頃。あら、いいじゃない。キュウリにつけて食べたいわ。ねえ、マヤさん。マヤさんはパリ・サンジェルマンに心を奪われております。なんかもっとガンガン言ってほしい。もっとガンガン言ってほしい。確かにさっき言うとすごいパス回ししてて、そうだね。でも後半で、後半自分のなんかさ、もうちょっとなんかガンガン言ってほしい。そうなんだよね。シュミットが平成と試合出て、散々移籍で言ってた先生に、おい、ミルクだと。びっくりですよね。橋岡がいなかったのだから理解しますけど、シュミットがっていう風になったってことは、クラブブルージュとの話し合いがあんまりうまくいってないってことなんでしょうね。飯田くんもそうですね。大宮でまたね、水を得た魚ですからね。お、あいっとこれ何、監督が決めたの？うん。誰？なんか胃がん院っぽい後ろ姿だけど、違うわ。書いてあることがわかんない、うん、うわ、ぶちげる。誰だった、決めたの。わかんない。インテル真ん中ワンレーンしか埋めてないもんね。ビティーニャか、やっぱり。23歳。そう、ビティーニャ、よかったね。なんかもう佐藤さんの笑顔が幸せそうすぎて羨ましいっていただきました。やったー、よかったね。やった、葉っぱたいや、これ。そう、葉っぱたい、よくわかったね。ギリギリ、さすがです。ギリギリ、テレビは見たことない。俺も見たことない。俺世代だったんだけど、あれでしょ、ね、もう寝ちゃってたからでしょ。俺は世代だったんですけど、あのコントが好きじゃないんですよ、あんまり僕は。漫才は好きだけど、コント好きじゃないの。コント好きじゃない。え、あ、そう、うん、明確にもう。そっか、コントだからもう本当に見ない、全くもって見ないレベル。へえー、私ライフとか好きで見てたんだけど。そう、わかるよ、はい、面白いってのも聞いたことある。ライフ、なんかムロツヨシが好きで見てたんですけどね。最近見てないよ。やってんのかな。あ、ただ、あ、小友さんこんばんは。あ、うん、世の中青年さんから、まやさんとトークライブで話したかったって。すいませんね、結局あれですね、あの時はまやさんで、その後はあの私で、大丈夫なようにね。夏のバテです。夏のバテでトイレとお友達ね。ちなみに言うとマーさんもバテました。だからね、これ皆さんに本当ごめんなさいなんだけどね、だからどっかで本当はね、僕らとしてあのトークライブやって、うん、その後でだから、なんだろう、マーさんの仕事とか俺の仕事とか問題ないんであれば、それこそ渡るさん呼んでとか、まあ、結局渡るさんの方でめちゃくちゃ今伸びてるらしいからよかったなと思うけど、うん、女子のワールドカップのなんか配信とかやろうかなって考えたら、うん、まあ我々体調不良になるわ、
仕事重なるわとかってんで、結局一個もできずでね。で、次の週末もあれですよ、まあさ、あの、相模原、うん、土曜日、うん。収録も多分だから土曜日ないですよ。うん。あの、相模原対、どこだっけかな、今治かなんかだと思うけど、うん、実況じゃなくて、あの、ネタ。ネタじゃない、あの、芸人としていきます。え、見に行く？え、相模原って遠い？相模原遠い。遠いか。遠い。やめとこう。遠いよ。あ、ナベエスパさん、こんばんはでございます。こんばんは。そうなのよ。なんだっけ。今、体調いい人間が日本に存在してるのか。笑う。暑すぎてさ。うん、あのさ、うん、さっきツイート流れてきたからだけど、うん、24年前の今日が、あの、グレイがさ、なんか20万人動員したライブやったみたいな、覚えてる？幕張だ。全然違う。グレイわかるでしょ？グレイ世代じゃない。世代じゃなくても知ってるでしょ？名前だけでも。名前だけ知ってる。まあ、いわゆる。バンド？そう。うん、20万人。うん、すごいね。うん、が今日だったんだって、24年前の。うん、で、その24年前って30何度超えたのが1回しかないんだってね、年。うーん、今毎日30何度以上じゃん。だって今日が涼しいって思うぐらいよ。おかしいね。今日涼しかった。そうなんだ。30度ぐらい。雨降ったからね。涼しかったっていうのでね、本当にな、夕飯を考えるのが辛すぎる。しんどいもんね。あ、スーパー行かなきゃ。死んじゃうね。暑い、どうしよう。あ、スーパー行かなきゃ。あー、みたいな。ね。ってことで、あの、明日も皆さん、あの、声優が来ます。声優さん、ありがとう。ありがとう。え、竹井さん、こんばんは。こんばんは。石川さんも、こんばんはでございます。こんばんは。僕、週末、東京行くのが怖くて、ね、絶対。暑い。絶対暑い。うん、絶対暑いです。日焼け対策万全に。あとは、あの、体内からだと思うんで、やっぱあの、アクエリポカリ系。汗拭きタオル。うん。あと、アイスボックスとか、いただいたものですけど、我々的に言っても。ぜひぜひ。谷君の話はね、ちょっとね、さっきしましたけど、キーパー誰か取るとは思うんですけどね。だけど取るとは思うってのが通説だと思うんだけど、ただね、どこもキーパーが足りてないっていう状態なので、あの、怪我に含めれば5人体制6人体制のとこまでいるっちゃいるんだけど、まあ、結局怪我人とか入れちゃうと3か4も結構ちょっと怪しいレベルなので、ちょっと厳しいかなっていうのは思いますね。そうなんだよね。だけど俺見たよ見たよ。まあでももう、だからそれが上でもう一人じゃないかなって俺は思ってますけどね。あと、まあ、タニーとザイオン、タニーは特に控えの状態ではあると思うけど、ああいう風に言ってるけど、もう元からそもそもヨーロッパから話があった時点でって話だったから、守護神として設定しづらかったってのもあるんじゃないかなと思います。やっぱり元々東京オリンピック終わってから、ほぼ毎ターン来てるんですよ。毎移籍タームの時に、谷くんにその身分紹介みたいな感じでの来てるから、で、本人もね、あの、高村美沙さんの記事ので、なってましたけど、あの、この、やっぱ夏の移籍市場で行きたいって話だったので、やっぱワールドカップまで終わったので、去年だったら残った感じだったと思うんですけど、まあ、それの後で考えて、冬は一旦さておいてって形で、一回ガンボ戻ってってので考えて、今年の夏を一つのターゲットにしたみたいだから、まあ、しょうがないっていうか、ガンボとしてもそれを戻す段階でその話聞いたからって感じだと思うから、多少しょうがなかったんだろうなと思いますね。J2 のスタメンゴールキーパーさっさまでぶったたけばいいんじゃない？あるなぁ。あるなぁ。なくはないよね。なくはない。まあそうだね。ガンバ東口、石川が問題なんであれば、問題ないんであれば、一門に帰らせる前提で二人乗り切るってのはあり得るかもしれませんね。ブローダー戦はないね。本人が鹿島とか神戸の話断ってるんで、ないでしょうね。横浜石も出さないでしょう。横浜石もやっぱブローダー戦
出ててしまったらやっぱり可能性やっぱ下がりますからね。竹人はやらない。竹人がわからない。竹人。竹人。足元ある人が。まあわかる。俺も小畑くん、梅田くんは思ったんだけど、武田洋平ね。というか、シーズン中に2人キーパー抜かれるって聞いたことない。そうだね。レンタルで帰るとかそういうことじゃない限りはないね、やっぱりね。え、今、衝撃のこと、事実に気づいてしまった。はい。え、チャット欄のハートボタンがなくなってる。え、こっちあるんですけど。え私ないんだけど、もう私、ハートボタン。あ、ない。あの、スマホない、俺も確かに。ないよね。ハートボタンを。よかったね。え、こっちあるよって来てる、みんなから。私ないんだけど。俺もないです。なんでなの？ハートボタン押したいのに。みんなあるってある。あ、誤爆防止。YouTube が空気読んでくれてるのか。お前はもうダメだってこと。あ、上野さんないって。アップデーした。アップデーしたかもしれない。大地さんこんばんは。ビールマンさんこんばんは。俺もないですよ。アップデート欄に YouTube がないので多分アップデートしたと思う。じゃあ俺も一歩はどくと。あ、いた。アップデートします。ハート送ってる。100点をたくさん。ああ、100点。うん。足元あるゴールキーパーが欲しいけど広末陸がいる。今年も1得点。確かに絶対1点取れるもんな、広末陸いたら。よく気づいたね、そのいいねボタン。え、押したかったんだけどなかったの。うん、あ、復活したよかったね。アップデートしたら復活した。よかった。俺はいいや。使わないから。多分。控えめに押すわ。控えめにね。うん、あのちゃんと見ながらやって。連打禁止というか。そう、サッカーの話中、手持ち無沙汰になるから押しがち。盛り上げたい。サッカー盛り上げたい。サッカーね。今日なんかさっきまよさんに僕は聞きましたけど、スパイファミリーがね。はいはい。その頃、あ、そう待って、ムームーさんからコメントが来た。今日の動画で、なでしこは森保さんがファイブバックの解決を共有してるって話したじゃない。池田さん、森保さんより戦術的にはやってることは上よと思いつつ、これはイミルクに一本釣りされて、手のひらコロコロされてるなと思って何も反応しなかった。笑う。いや、だって、てか、別にその、細かいところの動作に関しては、選手がそもそもやってるかやってないかのレベルがあったりするので、そこに関しては言ってもしょうがないってのって、やっぱ合わせてきた連動のレベルがね、違いますからね、男子と女子だと。3でやってないもん、そもそも男子あの段階で。1ヶ月以上やったからね、最低。まあ、それ以上やったか。ってのもあるし、あとはだから、やったからこそ見えてきたものがあるってことも、やっぱり覚えてなきゃいけないだろうなと思うし。まあ、戦い屋が言ってもしょうがないからね、結局は。っていうのも、やっぱりあったりはするし。まあ、とはいえですね。まあ、アンダーも結局は共有してるっていう状況では変わらないから、まあ、女子もそうだけど、女子のアンダーもそうだけど。でもまあ、だから日本サッカーがなんか一枚、なんか、なんだろうね、一枚岩に慣れてるっていうところが俺はやっぱり一番いいことなんじゃないかなと思いましたね。それぞれが考えて考えてとかってやったらマジで無駄でしかなくてさ、なんかこれ、サッカーの話だけじゃなくて、俺、先生の業界とかでも全部そうだなと思ってて、なんか結局みんな似たようなもの作るのに、なんか一元化されてないってなんかすごく非効率的だと思いません？そういうシステムあればいいのにで、なんかだんだん出来上がってきたりとかもしてるから、なんかそういうのっていいなと思いましたね。僕は。で、スパイファミリーの話。スパイファミリー、コラボ可愛いから買っちゃいそう。セレッソ大阪にクレヨンしんちゃん来るってよ。なんで？わかんないけど。FC 東京戦。
なんでだろうね。うん。クレヨンしんちゃん来るってそっちの方が私好き。なかなかね。クレヨンしんちゃんと写真撮れる。クレヨンしんちゃん。映画やるからかな。いろんな情報を知ってますね。うん、映画やるよ。しんちゃんの映画泣けるんだよ。知ってる？知ってる。見に行く？意味ない。あ、そう。うん。振られちゃった。ちょっと一人で行ってくる。じゃあ、あんまりね、思い入れがないんですよ。なんかね、うん、コロナ禍にアマプラで見たんです。初めて。しんちゃんの映画、うん、どれだったかちょっと名前を忘れちゃったんだけど、泣いたしんちゃんってなった。しんちゃんの映画泣けるって聞いてたけど、どうかなと思って見たら本当に泣いたの。あマジか。俺映画のそのなんかこの波ってかあるでしょ、うん、そのなんかそういう大きな物語が、うん、もう日常のあのさ、あの春日部の中の話が見たい俺は。あ、普段の普段がいい。そしたら気象転結もなくない。気象転結いらないの。あ、そう、うん、あ、そう。白と散歩に行ってるぐらいのレベルの話が見たいんですよ僕は。あのヨシリンとか出てきたりとかね。あの隣のね、誰なの？あのなんかミッチー・ヨシリン。ああ、あのカップル。ラブラブバカップル。可愛いよね、うん、あのラブラブバカップルとかのお隣のおばさんとか、あとあのペニサソリ隊とか。ああ、可愛い。あ、そのレベルがこう普通に日常で出てくる話でいい。がいい俺は。そうですか。マリトさんこんばんは。こんばんは。日常系が好きそうなタイプだもんな。そうです。大きな物語よりそのすがいいです。え、なんか話あったっけがベスト私はね。うん、ノーイベントさ、いや最高ですよ。ノーイベント、いやー、あーチョコビね。チョコビ今も食べてるよ私。俺買ってきたことありますよね、一回ね。そうだっけ。はい。チョコビ美味しいよね。ね、あ、社長食べれないと思う。チョコ味だから。ちょっと会話に乗れるかなと頑張ってみたんだけど、ちょっと残念でした。あたしんちも好きですけど、やっぱりあの日だまりスケッチとかが好きですね、僕は。いいね、本当特に何もなくて、だからある意味で00のサッカーっていいよね。そうか。ラグがあったわ。まあ、ね、価値観は人それぞれ。そう。そうですよ。否定もせず。む、うん。そうですね。はい。ね、グラスピラスさんこんばんは。こんばんは。あれもあと後半と10分だって。インテルパリ。暑くてヘトヘトだよ。まあそうだよね。あっちいあっちい。あっちいやな。こんな中サッカーするのなかなか難しいよね。まあ、今日多少涼しいかもしれないけど。最近先生が食えそうなキノコの山が発売されたと。ここの部分だけ。え、クッキー？クッキー。あれ、食べれるのかな、キノコの山。なんだっけ。これ、この部分なんて言うんだっけ。この部分なんて言うの、日常系で思ったけど、今日の先生、ドラえもんプラスのび太プラスのび太割る2みたいよね。そうだね、食べて割った感じ。そうだね、カッコの位置は違うけども。なんて言うの、あれ。チョコ脱いじゃったキノコの山。あ、ダメだ。
練乳パウダー入ってる。あ、クッキーの中にね。うん。ダメだ、練乳パウダー。ショートニングも入ってる。ショート動画？ショートニング。ああ、そっか。ライトニングね。うん。インテルチャンス入った。同点。インテルサポがもう湧いてましたね。ちなみに皆さん的にはなんかもう遺跡なんか落ち着くんじゃねえかなって思ってるんですけど、なんかまだあると思います？遺跡インテル入ってる？入ってる？ねねねねんか。あ、そうだね。ねねねねん。遺跡本当にまだあんのかなって思うぐらいなんか静かだなって。今年の夏静かですよね。先生は京都のゴールキーパー、外国人3人ってどう思いますか？誰か遺跡じゃないかなと僕は思ってます。自分はサイドバックに外国人でもいいから取ってくれよと思ったりしちゃいます。でもなんか1人取ろうとしてるでしょ。だからゴールキーパー俺なんなら2人ともいなくなる。まあクソンユは置いといて残り2人いなくなんじゃないかなってちょっと思ってますけどね。だそれ次第でサイドバックの選手の加入があるのかななんて思ってたりするんですけどね。柴さんこんばんは。こんばんは。マリノスにサイドバックをくださいと。まあでも加藤くん入ったからまあどうにか。でも次もボランチっすよね。ここ数年、血を見るようなオフシーズンだったので平凡な夏休みです。いいね。ジャンパーさん、河村選手、かれこれ数ヶ月楽しませていただいてる。もうあの7月のミルアカは7月の再生数トップ10のうち7本ぐらい確か鎌田の表紙なんですよね。鎌田ばっかりでしたね、結局。鎌田と浦和レッズ以外、あ、インテル逆転。おめでとう。鎌田か浦和レッズ関連の何かが入ってる動画でトップ10だった感じですね。それ以外は入ってこなかったなってなりましたね。インテル逆転。ねえ、まよさん。うん。二つのことが同時にはできないからね。サイドバックね。キーパー、サイドバック、ボランチ。一応ね、アミくん、木村くんは、ボールダッシュ系のボランチと思っていただければよくて、だから、まあ森脇ポジに本当だったら入らざるを、入らざるってか、入るはずと思っていただいていいと思うんですけどね。ただ、まあ唯一言えばね、その学生時代のはあるんだけど、言うてそのリーグ戦はなかなか絡めなかったからね、プロとしてのデータっていう形だとないっていうのがほとんどですね。7月31日で移籍ウィンドウ閉じちゃったからな。でも今更筒香帰ってきても通用するのか。急に野球の話来た。筒香知ってる？カキーン。なんだっけ、どっかで聞いた。浜の筒香。うん、あれよ。あんまり俺はこれ言いづらいんですけど、元推し。あー、伝わった？伝わった。はいはい。マキとかね。その流れですね。原太一は真ん中と右です。平和くんさん、こんばんは。だ、帯、ただあれでしょ？怪我ってのがあるから、それ次第じゃないのかなと思ってますけどね。昨日のマンデライブ聞いたけど、昨日のライブもよく10時半まで持ってたな。やっぱりオフシーズンは遺跡が大きく動かないと辛いで。言ってたね。いや、てかそうなんだよね。遺跡があるかないかの話じゃなくて、そもそもこの時期だから遺跡を中心にお送りしようっていう設計でやってるので、遺跡がないとそれ持たないって話になるんですよね。寒いの？うん。なかなかね、
J2J3 の話も行くんだけど、基本的にコメントを読むっていうスタイルにしようとしてるから、マンデーだけは少なくとも今は。なんで僕らから主体で話さない、来たものにで喋るって形にしようと思ってるから。だから昨日だとやっぱり月に1回ですけど、サッカーキングさんとも被る日なので、まあ、厳しいかもしれないなってのをちょっと思いましたね。うん。京都にハマりさんの右左右サイドバック、J1、J2、J3 の選手、誰か一人教えてください。あ、でもそういうのはいいっすね。京都にハマるかっていう観点で、どうかわかんないけど。どうしたの？笑ってる。何があったの？このキック、ゴーン、当たっちゃってこないよ。ああ、うまくいかなかったの。うん、俺結構リアルにあるんじゃねえかってちょっと思ったりするのは、まず、町田の奥山正幸。まあ、昇格って形になるから、どうかなって思うけど、まあ、平戸もいるしっていう観点からっていうのと、ちょっとやっぱ鈴木純也がやってきたことによって、ずっと町田のサイドバックやってた奥山選手が出られない状態になってるっていうのが、ちょっと俺からしたら違和感を感じるっていうのがあるので、もしかしたらあるかなってことを感じます。あとは清水の北爪は、岸本武ですね。これもまあ右の話にはなりますけど、やっぱ飯田くん抜いてってことで考えてとか考えてもですけど、ある程度こうガンガン前に行ってもらえる系の方が、まあ京都だったら助かる側面は高いのかなと思うので、その観点からいくと、やっぱりまあ J2 からってことになりますけど、ある程度合ってんのかなと、個人的には感じてます。あとはね、その怪我人とかも含めて、そのお金がいくら積まれてもなんか出そうな感じとかがね、そんなにないんですよね、全体的に見ても。あとは強いて言えば、湘南の岡本とかも考えたことはありますけど、まあそんなこと起こらなそうな気がするので、なんだったらと柏の土屋匠、まあ、ボランチもできる、センターバックもできる、まだ若手ですけど、彼も結局はね、柏関連の選手ですから、なかなか動きそうにないなと思ったんですけどね。白井康介さんはじゃねえだろ、白井が動いたからだろ、この話を。原太一にヘディング来ちゃいそうダメよ。そうなんだよね。真ん中だけど、原太一は真ん中と右やるけど、どっちかって言うとそのね、高さで勝負する系ではないですからね。直近のマンデーライブは渡るさんでごまかせつ。本当は昨日渡るさんにも出ていくだらく予定だった。それがちょっとね、間に合わなかったっていうのもありましたからね。かやさんこんばんは。毎日暑い。選手もサポーターも熱中症に気をつけて、ほんと大変。だって東京でなんか出てましたよね、今日のね、朝ね。ここ、なんだっけ、100人近くが倒れてしまったみたいな話とか、で、見てましたからね。いや。先生、ハートの件だけど、さっきアップデしてきたけど、あるよ。だ多分ね、アップデしたらあるって感じなんでしょうね。アップデしたらある。俺、その、なんか、勝手、なんだろう、自動でアップデートしてもらわない限り自分でする気ないので、それもあると思うんですけど。私まだツイッターアップデしてないから、鳥のままだよ。俺、アップデしな、あ、でもそっか、勝手にアップデートされたら、そうなのか。鳥さんだよ。いいね。もう、一生鳥でいい。X ってなんか言われてもね、うん、俺もともとあの俺ダークなんですよ、うん、なんかあの明るいの嫌で、うん、だから暗くしたからだけど、あれもう全体ダークになるんでしょ。あ、そうなん、なんかその話どっかで見て、やだねえ。この YouTube の設定画面とかも基本なんかね、あの白の人と黒の人とかいろいろ画面設定できるんですけど、うん、こういうのも全部俺黒にして、黒じゃないと文字見えないんですよね。背景黒にしてもらわないとというか。あ、そうなんだ。そうなの。一瞬ミクシーの逆襲あるかと思ったが、まあなかなか難しいよね。姉さんは誤爆して無実の人間を二人赤番に追い込んでるからハートはなくていいのよ。泣いた。大変申し訳ございませんでした。僕ドラえもんみたいに言って。申し訳ないよ。あ、杉並下さんこんばんは。こんばんは。
鳥たちよちょっときついな。メガネ、うん、あ、いやもうね、あのね、もう頑張って見てるからコメント見えないんだけど、それでも、もう辛くて。せーの、僕ドラえもんです。ブルーライトカット、はい、うん、僕ドラえもんです。僕ドラいいよね。うわ、見える、見える、コメント欄が見える。3分あ、ビニーサウジ遺跡です。歩いてハドです。だから旗手くんの遺跡がなくなりました、これで。歩いてハド遺跡が多分ね、あ、ビニー取ったらいらないみたいなこと言ってましたからね。あと1分半ですか、インテルパリ、うん、ということでメガネを変えました私。意外とこう特に話すことないんじゃないかなと思ったけど、45分話せましたね。ほぼサッカーの話ですよ。何の話だか何にも覚えてない。谷くんの話しか覚えてない、あんまり。まやさん、何かお話ありますか。たけさん、こんばんは。我らが翔也の加入活躍に期待。いつから出れんですかね。天皇杯はダメでしょ。で、金曜日に登録されるのか否かっすよね。週末いるかどうかは。もうちなみに私、徹底予想チャンネルの予想はもう送りました。天皇杯前だけど。もう。もう送っちゃった。いくつかまだ倍率存在してなかったわ。今週も当てましょう。うん。ね、ウィナー5点立てなきゃいけないですからね。はい。はい。よくわかりました。柴山くん期待してるけど、明日で、まあ、しょうがないね、それはね。天皇杯町田とだ。新潟対町田です。新潟町田名古屋ですからね。大変なウィーク。話すことがないなら聞きたい。姉子の未発表ホワイトボードの絵が何か。あ、じゃあ。映ってるか、映ってる。映ってるかって、俺こっちで確認、自分の画面で確認すればいいじゃん。でした、でした、でした。あの佐藤がスイカ割りをしようとしてる絵でした。はいはい、その間違い探しみたいに言わなくてもまず海に行かない、まずバット持てない、もうバット持てないですよ。持てないの、重すぎて。あんな、俺バッティングセンターとかも行けないですからね、元野球部ですけど。残念。重すぎる、持てません。結構本当にマジで振り下ろすってよりも、あー重いですね。力は多分入らない、多分スイカは割れないと思います。よくわかりました。大正解ならまず海に行かないでしたね。うん、いや、わからないよ。ね、道でもできるから。その辺の道でもできるから。道。確かにな。スイカ撲殺犯。
姉さんの今日の唐突なお湯気ないアピールは先生に海に連れてきアピールだったのか。いや、8月っぽいこと書こうと思って。そうだね、うん、でもこれ制服のと逆ですよね。俺に海に連れてけって言ったところでね、別に俺は連れてけないですもんね。手段がないですから僕は、うん、だから引っ張っていくしかないもんね。行くよって言って、うん、今日昼なんですで、ね、沖縄特集やってて、あ、あったね、いいなってなった、うん、その沖縄の海沿いをオープンカーで走ってる光景がすごく羨ましかったので、はい、やりたいなと思った。俺はちょっとオープンカーは怖いんですけど、あの蚊が入ってきそうで、蚊あと冷房が効かなそうな気がして、そこだけがちょっと気になるんですけど、外の風を感じるのがオープンカーですよ。ああ、そうなんですね。乗ったことないけど。ないんかい！ないよ。なかなかないよ、オープンカーなんて。え、大丈夫？汗かかない？そこだけ心配。涼しい時、こう涼しい時は秋とか。ああ、秋とかね。20度ぐらいの時行けば。あ、トンボとか来て、え、20度？うん、冬じゃん。沖縄だもん。25度。ああ、OK、 蚊の心配。いや、蚊の心配で、だってウェムさんも書いてくれてる、ちょっと虫が直撃しそう。いや、何人かいるんで、そのそれが嫌な人は。でも、こう、あれフロントガラスあるから。確かに。うん。大丈夫。あんな、多分大丈夫。シュンシュンさんからあの現実的な質問。スイカ割りって今時やる？いや、やる。やったことあるの？あるある。あ、本当？ある。どこで？海で。いや、俺もう質問の仕方が悪かった、ごめんごめん、本当にごめんね。いつって意味で俺は聞いてしまったんだけど。いつだっけか忘れちゃった。小学生とか。ああ、大丈夫。学生時代か大人の結構区分で聞いてたの。あの、子供、子供。子供だよね。うん、ロードスターとか憧れるよね。憧れる。うちの父オープンカーだよ。ロードスターね。ああ、ロードスターね。うん、超かっこいい、超かっこいい。俺なんだっけ、あのん？なんかあのミニ、まあ、あのちっちゃいやつ、かわいいって呼ぶやつ。アクア。あ、アクア。あ、アクアがいいですね。うん、そう。理由はかわいいからね。マヨ父とマヨ妹キャラ濃そうですねっていう。父と妹仲良しですよ。それだけは明らか。ヤリスは分からないです私。え、トヨタじゃないの？何？イメージが湧かないので答えられない。あ、最近、割と最近のトヨタだよ。うん。あのほら、丸いか角張ってるかが、あなたの好きなやつ。あ、丸いじゃん。うん。じゃあいいよ。じゃあいいの。ちなみに、マヤパパは酒豪って。全然飲めない。全然飲めない。たまにちょびって飲んでるとこ見たことあるけど、本当にちょびしか飲んでない。あ、多分両方の家族全体で考えても、うん、多分一番飲むのはあなたかあなたの妹だと思いますよ。そうね。でも、あ、でも兄も飲むから結構。うちの方は、うん、分からないです、そもそも。ああ、うん。そもそも知らないです。うち3兄弟結構飲むかも。うちはハテナですね。3人で飲み行きたいぐらいの私。兄弟で？兄弟で。すごっ。飲み行きたい。なかなかね、難しいですけど。うん。スパイプさん、こんばんは。こんばんは。じゃあ、トミカがいいと思う。プップー。トミカ、何欲しいの？パトカーかな？救急車かな？
働く車かな。働く車。喋るかとかね。いや、だから角張ってない方がいいんですよ、やっぱり。丸いのがいい。うさまるカーが一番いいですね。あ、ですか。はい。はい。僕、立体駐車場のやつがいいって。どういうこと、どういうこと、わかんない。どういうこと、どういうこと、どういうこと、なんかあるんじゃないの。あ、トミカのおもちゃかな。多分そうだと思うよ。声を出してくれよ、俺にじゃなくて。買ってあげるよ、おじちゃん。立体駐車場、買ってあげる。トミカといえば J リーグとのコラボで選手バスのやつ出てましたね、すごいね。うーん、余韻もなく終わったわ、パリとインテル。思えばドラマやってた。そう、うん、なかなかね。でも昔持ってたと思いますけどね、トミカ。だからもう大学より昔の話なんてもう覚えてないじゃない。覚えてる。ね、覚えてる。いいことも嫌なことも全部。なんならコロナ前やっぱり覚えてないからね。俺さっき自分のこのやっぱ会社起こしてからのこととか記憶自信あるなと思ってたんだけど、うん、ちょっとやばいかもしれないなと思って、それさえもあんまり覚えてないかもしれんと。なんかそこまで多分興味を失ってるだけなんでしょうけどね。なこともありましたわ。ってことでまゆさんから何かありますか。ん、え、ありますようなないような。あ、うん、そうなの。俺もなんかあるような気はしてるんだけど、なんかなくてもいいような気もするし。なんか私がもう7月割とダークモードだったので。ああ、どうしたの。あんまりこなんか人様に聞きといて喋ることないんです。そうなんですよ。どうしたの。何、今たあのタカラトミーのホームページ見てたの、うん、トミカのね、イニシャル D の RX7 が RX7 が分かんない8月に発売するってイニシャル D で使われた車が ね、あの高橋圭介っていうキャラクターがいるんだけど、豆腐屋さんね、きっとじゃないの。違うんだ。あの関智一さんがあの声優してるキャラクター、うん、ライバルキャラぐらいな感じ。そうそう、うん、私高橋圭介が一番推しだったの、うんうん、めっちゃ嬉しい、トミカ出るって。へえ、その辺で買えるのかな。FD の方ねって言われてる。そう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 、フロッピーディスク、黄色い方、黄色い方。トミカ出るって1300円。圭介ファンだったから小学生の時めっちゃめっちゃね、うん、高橋兄弟っていうキャラクターがいるの。はい。お兄ちゃんは医学部のなんかエリートで、あの主人公からしたらどういう立ち位置。最初はライバルチームの、うん、なんかそのトップの2人みたいな。うん、お兄ちゃんは医学部のエリートで、弟はやんちゃな、うん感じ。その弟なの。ああ。好きだったわ。意外にワイルド系が好きなマヤさんでしたってコメントきてます。うん。ミシェル D はケースだな。昔からそう。運転は MT 派ってきてますよ。私オートマです。AT 派です。あの2つのこと同時にできないので、大人にアクセル踏みながらこうギア変えたりできないから
だそうです。絶対事故るから、私。もう僕はもう何言ってるかわからないです。これ、甥っ子にも買ってます。まさに FD 買わないのって。私が買うとしたら、割とちゃんと実用性のある方がいいので、助手席しか人座れないとかはちょっと勘弁してほしい。そもそも FD とは？今のところはフロッピーディスクだと思って話してますけど。RX7。松田。ドリームトミカのページ見てって、ことぶきさんから。え、待って待って。ドリームトミカ。フロッピーディスクに決まってんだろってコメント来てますね。やっぱフロッピーディスクなんですね、FD は。あー、かわいい。え、社長こっち側じゃないの？何が？待って。ドラえもんとかいるもん。ドラえもんとかいる。かわいい。カップヌードルとかいるよ。あ、かわいいじゃん。よくわかんない。え、いないの、うさま。あ、お尻た決まりましたね。おしり探偵がいる。決まったじゃない。どういうことなん、どういうことなん。購入ボタンあるし。え、おしり探偵がいるよ。おしり探偵カーがいるそうです。おしり探偵めっちゃ笑う。その人は島次郎カーでしたもんね。島次郎カー。その人はマリオカートだよ。あ、そこが一番いいじゃん。マリオカートが一番いいよ。久しぶりにしましたね、マリオカート。カービィ、クレヨンしんちゃんいる。あー。あー。あー。如実でしょ、反応。めっちゃウケる。マリオカートしか今ちゃんと反応してない、俺。え、めっちゃ欲しい、おしり探偵。何百円って。安くない？ 700円。マーさんのマイカーは当然外車ですか？なわけ、もうほんと何台持ってると思ってんだ、マーさんが。かわいい。いや、え、めっちゃかわいい。これ街にこの車いたら私めっちゃ泣いちゃうかもしれない。笑っていいじゃない。ちょっと乗ってる人に許可取って写真撮る。いいね、うん、欲しい。でもね、5000円買わないと送料無料にならない。何にも言えてない。じゃあちょっと私はお手洗いに行ってきますので、皆さんまやさんに全部託します。まやさんにコメントをよろしくお願いします。こんばんは。今タカラトミーモールいます。いやなんかめっちゃ笑ったわさっき、うん、マヨタイム。たくみくんは好きじゃないの？最初はたくみくん好きだったけど、なんかね、けいすけかっこいいみたいになりました。そろそろクラウン買ってもらわないとね。本当になんかもう本当に暑すぎて外歩けないから、来年の夏には欲しい車。なんかスーパー行くのも本当にもうどうしようかなってなっちゃう。スーパー行くために全身に日焼け止め塗んなきゃいけないのか、腰が重いなって。え、それはどこからケイスケに変わったの？どこからだろう。なんかアニメを見始めて、
なんかそもそも関智一さんの声が好きらしい私。で、なんかその声優さんがさ CD 出すじゃん、そのアニメのキャラクターとして、うん、その CD を買ったの私。うん、それぐらいその人の声が好きだったの。あらかな、ね、キャラクターとしても好きだけどな、声から入ったかもしれない姉子のスイカ割りはどのぐらいで書き上げました？20分ぐらい？わかんない。なんか社長がアークたまってんなと思ってなんか元気になるものを書いとこうかなと思って書きました。ちょっとね、先週ぐらいはね、本当に死んでましたからね、収録中以外ずっと死んでましたからね。そう、ね、お絵かきしました。いやでも本当ね、ん、最近本当にもう倒れてる時間と、あと本当収録とって本当日常のアクションしかやってないので、仕事もややセーブしてますからねってのもあって、なんか本当にね、いわゆる今日の社長みたいな出来事が一切ないってので、そう、全然書くことがないです、まあ、皆さんからしたら多分納得ってかご存知なことが多いでしょうけど、本当に僕の日常ってね、本当にもうすーん、何も変わらない。もうなんかもうパソコンとにらめっこ、布団にダイブ、パソコンとにらめっこ、布団にダイブで、曖昧までトイレと食事が入るぐらいで何にもないからね足場さんから質問来てた。はい、マヨネー最近おいしいもの食べた？今ファミレスソロ活動中、クアトロフォルマッチと赤ワイン。クアトロフォルマッチってピザ？いや、わかんない。パリ・サンジェルマンの選手の可能性もあるよ。そうなん、ピザだった。4種のチーズだった。似てるかもしれないけどな。最近美味しいもの食べた？おでん。おでん。おでん美味しかった。浅草のおでん。はんぺん。はんぺんも美味しかった。なんか人参があって、人参？うん、人参美味しかった。あとなんだろうな、最近美味しいの、それぐらいかな。なんか今月は今日からです。今日からか7月がもうなんか楽しみがそのおでんしかなかったぐらいなので、7月は中旬がマヨさん、下旬が私が体調不良だったので、うん、上旬の思い出しかないです。上旬何した？上旬はでも俺がそのトークライブの開催のために奮闘してて言いをやられてたので記憶がないんですよ。さくさくさく、夜のせいだから。そういえば社長、マオさんといつ頃お食事に私も連れてって。いいな。じゃあ昨日ね、うん、なんだっけ、ブラジルの肉シュラスコの話がマンデライブで出て、昨日のマンデライブで我々一盛り上がったのはサッカーの話じゃなくてシュラスコの話で、あ、そうなん、シュラスコの話がちょっと出た後に、パイナップルって出てきたのコメントで、それで、いや俺ってそのシュラスコの間にあるその焼きパイナップルがめっちゃ好きなんですよねって話したら、え、何それってマーさん知らなくて、いや、まずそれシュラスコ一緒に食べに行こうよって話して、そこが多分昨日の一番の我々の盛り上がり、そこ行こうよ。私もう分けてこっそり食べて、俺4年半やって、ってかもう約5年やってて、マーさんを食事に誘うコメント残したのが多分初めてですいいじゃん、マルシェさんこんばんは、仲良くやってくれやそれで言ったのよ、いや、じゃあマーさん行こう、ちょっとコメント欄の皆さんも一緒に行きましょうよって話して、太っ腹、俺出すんかい確かに腹は太ってるかもしれないけどそんなこと言ってないよ泣かないってないな。シラスコ勢に思ってくれるってご検知を取ったいいないいよね、でもね、
落ちはいかない。いや、でもなんかね、向いてるよね、でも、まあさん、しらすこ。え、ごつさん行こう。キャー、社長のおごり。やべえ、いくらになるのかやばいよ、これ。朝から抜いてきて、ご飯。腹ペコペコできて。バルバッコは、バルバッコはしかかった。やばい。バルバッコはしかかった。やばい。ああ、でも やれたらいいね、その時間ライブ。しらすこや貸し切ったら高く売れるよ。確かにね。でも一人の値段ちょっと高くなるよ。激ヤバですね。1号ぐらい。1万5000円。いっちゃうね。そういえば、マーさん差し飲みしたことないの。あるよ、あるよ。あるある。あるある。で、ミルワカ始まって以降だから、その難しいのが、結局収録しなきゃいけないから、ほら、そもそもほら、こうやってリモートで撮るようになってから、まあ、それはしょうがないじゃない。そもそもお互い家からやってるから。で、その前でも、俺が仕事終わった後で、まあさん家で撮るってことしたから、まあさんと、だから収録する前に一回近くのご飯屋さんで待ち合わせて、そこでご飯食べてからまあさん家行って収録とか、ちょこちょこやってましたからね。でも、飲んじゃだ、飲ませちゃダメじゃん。酔うから。うん。なんで。みんなでおじき用意しまくろう。すっからかーん。いやいや、俺が。で、どうする次の日から、あ、ちょっとすいません、先生。ちょっと昼に、いや、ごめんなさい、夕方がちょっと仕事で抜けなきゃいけなくて、シロスクエアで、皿磨き。皿磨きじゃん、皿洗いか。やったら面白いけどね。シュラスコ、シュラスコ。シュラスコ行きたいね。俺なんか、M フローのライブを思い出しましたね、これ聞いて。エンフラエンフラ、あの掛け声ね。ミスユーね、ミスユー。時間モンドライブやろうぜ。やりたいね。これは俺もやりたいなって思う、本当に。佐藤さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは、こそば。マンさん、面白いっすねと言いまくれば食える、ええのか。わかんないよ。わかんないよ。わかんないよ。監督解任とか爆弾ニュース欲しい。でもなんか今年ってこう結構競ってるからね、大宮も戻ってきた感じがあるから、なんか別に特段落ちてるチームとかってことは今そんなにないかなと思ってて、まあ町田だけやや上ってのがあるけど、コール&レスポンス、再利用持っていきますね。いいね。やりたいね。でなんか、見える赤、見える赤。まあ、これ違うもんね、なんかね。これ、M フローのライブが好きでよく見た。多分一番見たライブのあれは俺だもん、M フローだと思うんですよね、俺。そうなの、ね、M フローのミスユー限定で一番多いと思うんだよな、多分。大宮のあいつ、J2 にいちゃいけないだろ、いるね。J2 にいちゃいけないフォワードが今、首位と最下位にいますからね。エリキ、デューク、シュビレ族。シュビレ族強いわ。まあ、徳島そうかもしれん。でも、あの形でやっていきたいっていうのであるんだから、俺は、まあ、ある意味ではいいのかもしれない。なんか、より大きな何かを得るためにやってその気がするからね、徳島はね。あ、ミルアカ5周年記念ね。なんか考えなきゃいけないよね。本当に何も考えてないですからね。あ、何？充電？うん。充電器ある？あるあるある。相当これやっぱ使うんですね、充電配信って。80% スタートで今 20% です。うーん。すごいね。お願いしていいですか？何を？え、充電。私に何ができますか？あ、いい、じゃあね、こっち。あります。これお願いします。持ってる。持ってて、置いて。この。あとは。あとは。それは宗教感あって怖いって言われた、さっきのあれだね。見る赤、見る赤ですね。怖い。俺もやだ。そういう人たちじゃない、我々多分、うん、
まあ、リーグ戦がね、戻ってきますからね。まずおすすめした宮市の動画見たらみんなに絶対泣き崩れる。いやー、泣きそうな気はしますね。まだ見てないですけど。5周年記念のシュラスコ屋さんでやると盛り上がりそうってか、姉子を結構飲んでる？まだ日本酒一杯しか飲んでない。うん、あの晩ご飯食べすぎて、あの飲み物すら胃に入らなくなってる状態です。そもそも夏バテで胃が小さくなりすぎた。確かに。もうダメ。ダメね。ダメ。ダメ。多分痩せたもん、体重が乗ってないけど。めちゃくちゃ痩せちゃった。あ、そうな、うん、大変だね。大変でしょ、うん、もう食も細くなってもしょうがない。ご飯食べれないもん、もう。さあ。はい。次の話題です。西田、こんばんは。こんばんは。言ってたね、京セラ。X 見てよ、X。X で京セラって書いてた頃。うん、X ね。X って言ってもなかなかねえ。ツイッターでいいやもん。ねえ、リツイートなんて何なんて言うんだって話ですからね。でも言い方変えるんでしょ、本当に。そう言われましたね。って感じ。そうですよね。うん、まあ、そのうち浸透していくでしょ。X？急には無理だよ。確かに。いや、本当にミルアカティのあまり具合、何パツパツじゃないってことですか。ああ。痩せたよ、私は。今もうだって50キロぐらいしかないですからね。何言ってるの。細いよ。それは中身空っぽすぎるでしょ。今この配信見たら乗り過ごしました。なんでー、なんで社長に夢中なんでしょ。笑う。それは T シャツが使いすぎてダルダルになっただけでは。そうだと思う。俺もそうだと思う。私はそうだ。俺もそうだと思う。でも50、今50は言い過ぎたけど、だいたい 61.8?その自信はどこから来るのかな。まあ、計算方式によっては。ねえ。そのお腹が全部なんか空洞だったらまあわかる。お腹？うん。うん。本当に70代誓える？どうせちょっと。まあ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 、まあ。あの、とりあえず測らないという解決策でいこうと思いますけど。はい。はい。これは社長の客船尾が？足は綺麗だよね。綺麗ですね。あ、ジャッカラさん、こんばんは。こんばんは。ジャパンツアー終了。そうだね、今日ので終わりでしょうね。明日から天皇杯。うん、バルバッコア、バルバッコアね、いろんなところにあるね。今んとこ私は渋谷が一番好きよ。俺も渋谷が好きですね。楽楽楽楽、店員さんいい感じ。うん、店員さんいい感じ。ライト、ライト、うん、です。のど飴大事ね。のど飴飲んで。だいたい40分に1個ぐらいの気がするわ。うん。多分。のど飴。バルバッコア六本木店は東京の外国人御用達です。これそうよね。そうなんだ。確かに聞く。
へえ、大谷選手のサイン。っていうね。でも私楽しい。何が？おしゃべり。おしゃべりできて？うん、よかったね。最近悩みがあるんですよね、まりさん。喋って、今日もブレイクオーでも喋って、聞いてみんな。何をどっから喋ればいい？聞いて。どれを喋ればいいの？こうやってやってればいいの。どれを喋ればいいの？全部ブラック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 マヨさんですけど。いいじゃないか。喋ってしまえば。え？え？どれ喋ったらいいと思う？LINE。泣いちゃうよ。泣いちゃう。この間、今日のマヨで書いたじゃないですか。あの、お友達を食事に誘おうと LINE をしました。それが先週の月曜日の話。いまだに既読つかないんですけど、私どうしたらいいの？どうしようもないな。もう送ってないことにしようと思って。記憶の改ざん。悲しすぎる。LINE の改ざん。これは某中古車。いや、あのもうね。はい。あのブロックされたとかならもう諦めつくんですよ。ブロックもしないで1週間以上未読スルーはちょっとつらい。未読無視されてるんですって。未読無視じゃないね、スルーだね。ただ単に食事に誘ったじゃなくて、あのその方のお誕生日だったので、スタバのドリンク券を LINE ギフトとして送ってたんです、一緒に。それも既読つかないから、なんか何改造じゃないけど使われない LINE ギフトになってしまう。うん、ですごく悲しい。うめえし、ワイもあれさん送ってなかった気がするな。本当？とりあえず LINE に除草剤でもかけときます。ああ、伊勢恋転生かもよ。そうかな、うん、可能性ある、可能性ある、可能性ある。最近増えてるから異世界転生もの。うーん、でなんかそう、今年、去年末から今年にかけてそういうことが結構多くて、はい、なんか LINE で会う日取りを決めてる途中から返事が来なくなるとか、うん、あるとか、うん、経験ある。あの、ドタキャンされてリスケしますって言われてからもその後一向に返事来ないとか、なんか LINE の何アカウント自体消えてったりとかして、私ちょっと人間不信になりそうなの。だいぶ落ち込んだよね、この1週間ぐらい。っていうことがありました、ーパート1。だいぶ落ち込んだ。パート2。パート2何？ツイッター。ツイッター、ツイッターね。サイコロ転がせばよかったなって何が出るかなって。そう、ツイッターの話。ツイバナー、すいばなー。なんかそのなんかもともとその LINE のことでダメージを負ってるせいか、すごい人に対して攻撃的な
区長のツイッターを見るとめちゃめちゃへこむようになってしまって、なんか元からだったんですけど、それはご飯が喉を通らないぐらいへこんでしまって、なんかツイッター見ない方がいいのかもしれない。見ない方がいい。っていうことに気づきました。気づきました。でも見ちゃう。なんで？だって交流が楽しいじゃん。交流は楽しいし、だってほっこりした画像とか出てくるでしょ。そうだね。とか新作のコスメの話とか、うん、そういう情報収集に使いたいので。俺は新作のハーモニカの話しかできないわ。ハーモニカ？はい。なんでなんかそんな、なんか なんだろう、そんな、ねえ、ツイッターだけじゃないですよ、うん、インスタグラムだってそうですよ。なんか、YouTube のコメント欄だってそうですよ。私ちょっとね、なんかね、なんかね、なんか本当に、なんかそう、なんだろう、私他人のことにめちゃめちゃ興味あるんです。すごい。めっちゃめちゃ興味を持ってしまいます。A さんが言ってることに対して B さんはきっと傷ついただろうなっていう、そこまでなんか考えてしまう、うん、自分に言われたことじゃなくても、うん、めちゃめちゃ生きづらい。話が終わった。飛んで終わった。 今とても生きづらい。なんか今日こうやってなんか喋れてすごく嬉しいです。明るいお話ができて。明るいね。この話は明るいのか分かんない。なんかさ、なんかさ、 YouTube のコメント欄でもさ、あることないこと書かれるじゃない。はい。なんかすごいなんか攻撃的な口調で書かれるじゃないですか。はい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 。私辛いんですよ。ええー。他の方々は、うん、なんかもし私の周りもそういう人います。泣き泣きと、ひよりさん。うん。泣いちゃう。なんか。よし、先生の燃え袖はエロいのよね、だそうです。あ、よかったわね。自分に対してとか自分の大切にしてる方々が同じこと言われても何も感じないのかなって思うの。そういうこと書く人って。でもそもそもその想像力はないだろうけどね。なんでその想像力を持てないんだろう。だってでもこれはさ、失礼な話だけど、うん、なんで大学行かなかったんだろうとかって多分同じなんだと思うよ俺は。え、大学全入時代って言われて大学行った方が得する可能性があるのにみたいな、それぐらいのもんじゃないかなと思ってる。で、だって。でも思いやりだよ。だってない人結構多いでしょ。あの、その、いい悪いは当然あれだとして。だからね。YouTube のコメント欄は結構なんかさ、最初の方からさ、見ないようにしてたの。うん。辛いから。辛いからね。まあ、こんなことあるわけないじゃないと思うのもね。うんうん。あなたに対する批判とか、誹謗中傷。うんうん、あることないことかね。んなわけあるかいって心の中に突っ込みながら、うん、バットボタンを押す人生ですよ。何しとるの。何をしとるんだ。道理で。うん。よかった、充電された。あぶねえ、6% だった残り。そうだったのね。うん、大変だったのね。バッと押してんのかいってきたよ。そりゃ押すよ、だって事実無根じゃん。こんなことしてないから。
何も知らないのに、うん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 、これなんでこのコメントにこんなにいいねがついてるのっていう何賛同してるのみんなみたいな、なんか変なの多いよね。え、なんかもうこれしか言わないけど、いや言わなくていい言わなくていい、うん、もうなわけあるかいっていう何を知っててそんなこと言うんやろみたいなことばっかり多いね。だからもう見ないことにしました、うん、正解。あの動画自体あり、うん、ごめん、うん、ごめん動画自体見ないことにした、うん、ツイッターも、うん、あの見てます、ツイッター見てます、うん、でももうなんか攻撃的な人のところはもうミュートにするとか、うん、します、はい、あの生活に支障が出るようになってしまったので本当にそれに加えての夏バテだったから7月は本当にしんどかった、うん、見ないやらないが一番って涼介さんから。でも好きなんだよみんなのことは。わー、あの仲良くしてくれる人たちのこと大好きなの私。キュン。ツイッターやめたら関わりなくなっちゃうじゃない。そうだね、この配信しかないもんね。そうなの。でじゃあそこが葛藤。それでなんかそう、あのキュン、私もチキ、あー嬉しい、泣いちゃう、ピンピンピン。特に女性陣のこと大好きですからね、親さんね。女性大好き、ジオも大好き。女性大好きってなんか止められるけど、うん、女性も好きだし、社長のことを好いてくれてる人はみんな好き、私。ありがとうございます。みんな好き、仲間。イエーイって感じ。マリトさん、意外に、音色より打たれ強い先生説。社長はもうなんか、打たれ強いっていうより、打たれてるの分かってるけど気にしてない感じ。すげえどうでもいい、コメント欄。なんてまずリアルなこと言うと、うん、俺は2つあって、あのいくら来たって俺は死なない、あのこれあの鍵括弧俺はが入ってる、うん、そう。で2つ目はあのよしよりよりよりというか、なんかこうやってひどいのがもしあるんであれば、じゃああとは法的に行きますのでねっていうだけの話なので、あもう言ってもいい、言ってほしいにぐらいよ、相談してって私言ったもん、これこんな嘘書かれてほっとくのはちょっと仕事のね、うん、うん、って思うから。メメタも好きよ、メメタも好きよ、いつも仲良くしてくれてありがとう、ありがとう、ありがとう。そしてちゃんとさ、社長は今日もおじきと渡るさんから会話の主導権奪ってました。あ、そんなすごいじゃん。でも最近ちょっと問題だなって思うのが、ほんとね、話聞けてないからね、人の話問題だなって思うけど、じゃあ問題なのは、でもこれはもうしょうがないと思って、あの俺も含めて3人でその文字がっつり話しすぎたら今日の朝の動画120分いく、やばいでしょ俺どこでどう止めっかなってことを頭で考えて40分に止められたなっていう、うん、すごいよ。明らかに今日は俺その冷静な立ち位置にいるなってことも分かられてるだろうな、常連人にはって思いながら俺動画撮ってたもんね、確かに。でもめちゃくちゃ楽しかったのは間違いなかったですね。今日のすげえ楽しかったそう、あのなでしこトーク。うん。もうなんか渡るさんの回作っちゃえば、うん、もう1時間に。いや俺もそうと思って。うん、前編後編でも。じゃあもともとはマンデーに来れるみたいな流れだったから。ああ。そう意外に伸びた朝とか、いや40分撮ったんだよって昨日夜中マヨさんに伝えて、絶対見られないじゃない朝になって朝9時ぐらいで見たら、うん1万もうみたいな。すごいね、興味あるんだね。うん、撮ったわ。あ、
とこの難しいのがさ、これみんなもだけど、今日のだったらそのなでしこのって感じになるわけだけど、なでしこのこのスピード感で他のところで話してくれる人っていうのはいないんですよね。うん、だってそもそも今だったら行ってるじゃん向こうに、うん、話せるぐらいの人だったら。そうね、うん、確かに。でしかもだからで俺から連絡できる人なんてそう大していないので、だからってなるとなでしこので行ったらもうやれるのって渡さんしかいなくて。渡さん、そうなのね。でも全然だってか、だからそれこそノルウェー戦一本でもいいし、なんかいろいろ本当思うことはありますけど、だからあのだからそれこそ長谷川優さんとかにも来てほしいなってすごく思うし、でも最近それこそマーさんと同じで土日いないんですよねずっとね。だからでみんないないんだよ。ってかマーさん聞いてくれよ。聞いてるよ、聞いてるよ。もうみんなにも、もう俺はもうこれ逆に言おうと思うけど、もうちょっと悲しかったね、あの話、チケットの話。みんな俺はもう泣きそうだったよ。泣くなよ。もうさ、去年のワールドカップもそうだしさ、うん、今回の女子のワールドカップとかもそうだしさ、うん、あとこのジャパンツアーもそうだしさ、うん、みんないろんなところからいろんなお誘いを受けてるんですよ正直、うん、で誰がどうとか俺は言わないですよ。その別のお仕事とかが先に入ってて、そっちの試合には例えば行けないとかっていう人もそれはそれで結構いるんですけど、いろいろお誘いとか結構あるんですって。まあ、さもあったのよ、うん、ないよ私ゼロ。そこはもう基準があるんじゃない。いやそうだよ、登録者、ただ YouTube だったら10万とか、あとはそれこそ別の仕事の流れとかもいろいろあると思うんだけど、うん、実況してる人とかさ。そうね、ゼロ。もちろん呼ばれたいわけじゃないよ、むしろ呼ばれたとしても俺多分断ってるから、うん、なんもねえかって思って悔しいよね。とりあえず10万目指そう。まず10万だよね。できることやろ、ね、うーん、悔しいね。悔しいね。向こうだって相手を選ぶからね。そりゃそうだ、そりゃそうなんだ。だって仮に呼ばれたとしても俺らはその動画を撮らないし、見分かれ出すこともないし、 SNS 出すことはまあスタジアム着ぐらいのことやるかもしれないけど、言って言うて400いいねぐらいでしょ。何千とかいかないもんね。その悔しいでのし上がってきたミルワカ。まあそりゃそうなんで、しかも。カーディガン NG か。そうか、それだったか。ああ、判明してしまった、そこだった。ああ、答えが出てしまいました。ことぶきさん10ポイント。序盤で出てしまいましたね、答えがね。うめめたんだ。わい、デートするならこんなめんどくさいやつ嫌だわ。え、実況と解説が同時に聞けるよ、一緒に見に行くと。邪魔くせー。邪魔くせー。あー、ずっと喋ってるもんね。うん。確かに俺を呼ぶメリットはない。自分で分かってる。だからこそ、それでも何の話も上がってこないのも、でもそれはそれで悔しいよね。だから、やっぱり2026のワールドカップは、北中米に、北中米ワールドカップに、行けるように、いらっしゃい。俺は行かないけど。私も行かないけど。うん、めめた。俺でもね、これで思うのが、俺も全く一緒。あと、あの、係員に言いに行く。すいません、ちょっとうるさくて。社長じゃなかったら、ちょっと嫌かもしれない。うん、いや絶対呼ばれないと思いますよ、僕らは。でだから僕の枠、僕ってどっちかそこじゃなくて、もっとちゃんと言うんであれば、俺らの場合だったら、取材申請出す側ですよね。それだったら通るので。
そっちでやるべきだろうなと思います。でもそれは分かってね。それなら分かった上で、にしてもなんもねえかっていう。まあでも、まあでも逆に言ったら、これが例えば別に僕らが50万、100万いったところで、どうせ俺行かないじゃないですか。それ考えると、まあ、そりゃそうだなとは自分で思うんですけど、やっぱでも、そこでこう仕事をいただけるようなチャンネルにはならんとなと思いましたね。どこでもドアがあればね、これ行くわ。もう全国行く。ドラえもん。ああ、食事が足らない。ああ、カロリーがまだ足らなかった。ずっと伝わらないじゃないですか。よく分からなかった。新潟のホテルで寝れるか怪しいやつが北中米なんか無理に決まってるってツッコミはいりますか？海外怖い。行きたくない。海外行きたくない。怖い。私は仕事断ってますからね、過去にすでに。海外の仕事は。嫌です、無理です。で、帰ってこれなさそうな気がするもん、俺。帰ってこれないか、あの初日強制期間。結構リアル。だな。だなと思うんでね。でも頑張りたいね。あ、いいね。先生と若い選手見て、かわいいね。頑張ってるね。って、キャキャ言うのがいい。これいいね。これいい。これやりたい。これいいじゃない。で、これ見て、ね、まださ、終わった後、あれじゃない？ワルバッコは。まよさーん。はい、なになになに？聞いてましたか？今、ちょっとコメント欄読んでて。あ、ほんと？あの、ごずさんから、先生といい、若い選手見て、かわいいね、頑張ってるね、ってキャーキャー言うのがいいなってコメントがあって。そうだね。これいいよね。いいよね。それ終わった後にバルバッコは。いいね。いいねー。これいいよね。いいよ。これ、これでいいよ。パイナップル。パイナップル。パイナップル。中継先のまよさん。続いてる人。俺にしか伝わん。あ、これね、いえ。まよさん。はいみたいなやつね。いやいやそうね。先生、まず国内アウェイから。まあ、でも新潟は行きましたからね。でも試合じゃないけど大阪とね、ガンバとセレッソも行ったじゃないですか。私は。スタジアムを外から眺めるだけだけど、一周するっていう。いい散歩だったね。ちょっとね、今はね、なかなかね、今この太陽の下で多分外を歩き回らせたら私は死ぬので、収録ができないからちょっとできないんですけど、旅行欲がすごい。日光浴？旅行欲。旅行欲ね。旅行欲。旅行したい。どこに行きたいですか？新潟、京都、沖縄。J1、J1、J3。新潟、京都、岡山。J1、J1、J2 沖縄 J3 よろしくどうぞ。80人から貸し切りできるんやって。おお。80人か。関係者とかよ含めたらいけんじゃん。 YouTube チャンネルが貸し切ったってすごいよね。いけんじゃん。ねえ、もう一回新潟はね、新潟行きたいっていうのは。行くの。
行くの私決めてるの、心の中で。あのもうちょっと涼しくなったら、10度ぐらい涼しくなったら。これはあのサッカー関係ないからね、問題はね。ただ暑い。収録に支障が出るから、我々の場合だとちょっとあれなんですけど。行っても何も食べれないとかしんどすぎるから。そうだね。涼しくなったら行きます。新潟もね、スタジアムの中は素晴らしい。スタジアムの外も素晴らしい。ただちょっと待ち時間があってしまうと、新潟がどうこうの問題じゃなくて大変ですからね。暑いから、ね。暑くて。行きたい。いや、行きます、新潟。今度こそ、日本酒飲み比べを。泊まりですね、その時はね。てか、昼開催じゃなきゃね、厳しいですから、そもそも。サッカー見るの？いや、この流れ、サッカー見る流れに。サッカー見るのか。ですよ。サッカー見ようかな。じゃあ、そしたら泊まりだね、夜だとね。だって夜だとそもそもだってあれじゃんね、7時キックオフで9時終わって9時半10時ぐらいてか10時半ぐらいにやっと駅じゃないですか、普通に考えると10時から10時半か。だから入れてくれないもんね、そもそも店が。シュンシュン、泊まりとか新潟で何するんですか。じゃあポンシュカンだねって。新潟で泊まって金沢行きたいんですよ。あ、行きたい行きたい、金沢。俺もずっと言ってますけど、俺ね、金沢行った、杖原金沢行きたいんですよ。金沢クラブハウス。そっち。あ、じゃあこれはほら、伝わって。庭園の方かと思って。あ、庭園まで行ったことある。いいな。記憶にないけど。兼六園ね。兼六園。温泉泊まったらだって。私も金沢行きたい、このツアーしたいです、ツアー。なんていうんだっけ、あそこの新潟、富山、金沢、福山、福山じゃない、なんだっけ。なんですか、急に正春入ったなんだっけ、あそこ、あれ、恐竜博物館があるとこ、なんていうんだっけ。福井、そう福井の恐竜博物館、ずっと行きたいんだけどさ、うん、なんか駅から遠いっていう知識しかなくて、うん、なかなか。その流れだったらそのまま京都行きたいよね。あ、京都行きたい。琵琶湖。もう一週間ぐらい休み取ってさ、日本一周しようよ。なんでもう日本、西日本一周。まず。新潟。なんでそこが西から始まってるの新潟、石川、北陸でいいじゃん、北陸で。いや、でも京都まで行って、で、そのまま岡山行って、で、福岡で、もつ鍋食べて。急に飛ばされる広島と山口。福岡でもつ鍋食べて、で、沖縄行って、で、ダイレクト東京帰ってくるみたいな。どういう流れなんだろうな新潟までは北陸新幹線じゃん、うん、え、金沢も行かない、新潟って。うん、違う、待って何の話をしてるの今。北陸新幹線金沢も行かない日本一周したら初日で疲れた、無理、帰るとか言いそうだな。でもね、真由さんいれば俺大丈夫だと思いますね。信頼受けるからそこは問題ないかなと思って、ええ、うん、そこだけはもう全然違うっすね、昔と比べると。うちの真由美がいるかいないかで。いや、観光ね、新潟、富山、そうだよね、ここネックな感じするなと思う。でも俺富山も行きたいんですよ。えねえ、月井さん、こんばんは。こんばんは。あれですよ。ワイルドスターが全てを理解してる。でも、その後1ヶ月くらい更新止まるんですよ。その場合はもう台所を託す、台所事情シリーズを作って、うん、もう取りためておくしかないですね。いでも、マンデラブあるもんな。うん、大変ですね。いや、そう、カッターさんにご挨拶しに行きたいですね。うん。うん、
最近富山の YouTube にハマってて、ことぶきさんだって富山のあのなんか例えば、あ、でもあれはそういえば今回群馬行ってないですかね。そういえばさすがに行けてないか、うん、ラーメン食べたい。どこね。黒いの。あ、ブラック。うん、いってらっしゃい。また麻雀の先生がカモにして、あの時めちゃくちゃすごかったからな、ムーベさん。あのカッター回で、うん、はい、すごかったな。妹麻雀やるよ。妹麻雀やるよ。絶対勝てる。あのよほどハイパイの差で悪いとかそういうあれじゃなければ。40度で群馬は人が行くところじゃない。ほんとそうですよね。死んじゃう我々。かやさん、ラーメン。新潟はラーメン屋多い。そうよね。ラーメン。行きたい。ラーメン。妹さん、好き。ありがとう。めちゃくちゃやろ。マージャン、マージャン、お天気、アニメ。なんだろう。だから、ある意味、その、趣味的には男受けいいですよね。そうね。お酒も飲むしね。うん。うん、あの、あれになれる素養はすごい秘めてますよ。あの、それあの、サークルの姫。あーおた、あー、サークルの姫っぽい。うん。ぽい。めちゃくちゃそうだよ。ぽい。言われてみれば。で、その、オタク環境やら、そういういろんな文化にも、男が大体好きそうな文化に対しての理解があり、うん、あの、で、束縛なく。ないない。うん。束縛ない代わりに、こっちもしないでって感じだけど。そうだね。もしかして妹さんって伊達ちゃん？だね。あの声優やりながらあの M リーグ、いわゆるあのマジャのプロの。そうだ、月さん今だってあれよ、だ東京と沖縄で東京の方が暑いんですもん。よくわかんないです。だってこれだって東京とインドでも東京ですからね今。しょうがないよ、もう。てか、だってね、あのよくその南アジアとか東南アジアに行ってるあの川端さんが日本の方が暑いって言ってんだから。大問題ですよ。あと今日実は我々ちょっと途中、まあ、体調があまりよろしくなかった時間帯があってあのお昼寝したんですよね。あのお昼寝したらあの夏バテしました。夕方なんですけど。熱中症手前で、ね、手前でしたね。あのでアクエリガブ飲みでギリ回復みたいな。涼しいから、涼しいからクーラーつけずにゴロゴロしてたら寝ちゃって、うん、その間に雨が上がって、うん、雷も上がって暑くなってきて死んだ。死んだ。でたまたまピンポンが鳴ったんですよね。あ、そうそう、うん、でしかも間違いだったんですけど、その宅配が。で、そう、でそれで目起きたけど体動かなかったし、そんなことがありましたね。笑えない笑え、気をつけなきゃね。うん、っていうことがありましたね。パチプロさん徹底予想出る予定あります。また出ます。また出る機会あると思います。タツさんね、これね、パチプロさんって MC タツさん。気温より湿度ができる。そうだね。ムシムシする。あと問題はね、その旅行に関してもすごく全然別に問題はないですけど、一番の問題はそれこそじゃあ遠目に行くってなったら新幹線乗るまでとか駅に行くまでが一番やばいですね。だから涼しくなってからよ。そうよ。そうじゃないと洗濯機ないとダメじゃん。だってホテル。そうなんだよね。汗まみれな服は。そうなんだ。もしくはもう乾かして、うん、もう前日も汗めっちゃくちゃかいたはずのタオルを翌日も使うとかしかないから。やだ。匂いが。でいいところでしょ。洗濯機ある。物質だわ、物質。やだよ。いやっていうことがね。ね。ありましたね。そんなこんなでなんですけど、うん、まあ明日は。天皇杯ということで、まあ、明日はですね、うん、朝からあの幹部会があります。私は
はい、さあの毎週毎月最初のファースト水曜日なん でその直後になんと収録です多分。昼から？いや朝から。朝から、うん、へ実はね昼分撮ってないですよ。ああ丸1です多分。で24時間も今頃収録丸2です。天皇杯のあのだけで、ね、撮るって感じだと思うんだけど。だから明日はですね朝10時半と夜10時半に多分収録です。頑張ります。明日は朝1本しか動画が出ないで夜にだから急遽バッとしたものが出ると思うんで皆さんよろしくお願いします。頑張れ。はーい、まずあと何か言ってることはありますか。それぞれ2時間なろうとしてるのでなんか喋ることはないかもねなんて言ってたらなんか急にできてこんな感じになりましたけど、天皇杯どれでしょう、見れるんだったら町田新潟見るかなってのがあるかもしれません。え、ダゾーンでやるの？ダゾーンではないですね。多分 YouTube かなんかでやるんじゃないかなと思うんだけど。天皇杯見れんなら、だって町田新潟が一番最初だったもんね確かね。あ、JFATV じゃあ YouTube ですね。渡辺さん昼ラジオ出るかと思ってた。そうなの、実はね昨日ちょっとあれだったんですよ。マンデーライブやってマンデーライブ出れるのが出れないみたいな感じのスケジュール感だから、じゃあしょうがないね、終わった直後から収録だって思ったら23時半ぐらいからって感じだったんです。だから我々昨日22時25分ぐらいにマンデー終わったと思うんですけど、そこから3本撮って10分休憩して渡るさん合流してから40分撮ったんですよっていう流れでした。っていう YouTube で見えるならコメ欄消した方がいいよ。絶対そうですね、もう絶対見たくないコメ欄は。だからもし民放とかで何かあるんだったらそっちで回ってくらいかもしれないですけど、遠い目をしてる。あー、じゃあ前さんちょっと繋いでてもらっていいですか。はい、行ってらっしゃい。あー、いや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 、行ってらっしゃい、繋いでてって言われた、繋いでてって言われた。ったうん、8月皆さんどうお過ごしですか。まだ1日だけど、手つなぐか。MMメタ手つなぐの、手つなぐ。 JFATV のチャット欄、なんでなんだかね、ほんとに。なんでそんなみんな、なんかそんな、なんかストレス溜まってるのかな。人の見えるところに書いちゃいけないことがあるよねって思う。道徳の時間。道徳の先生マヨです。姉子オフシーズンに入ったから夏休みに赤子連れで北海道行くんだけど、いいとこ知らない。私北海道行ったことないの。いいな北海道。旭山動物園とかペンギン。え、北海道でも広くない？どこ行くんだろう。めめめた、もう一回教育テレビ見せるか。ほんとよ、本当よ、もう一回教育テレビから始めましょう、みんな。ね、想像力大事。でも私こんな想像力いらなかったって思う、ほんと生きづらい。がんこちゃん懐かしい、がんこちゃん。札幌、札幌か。札幌、私わかんないや。はい、北海道札幌行くだって参るとさ、はい、どっかいいとこ知らない？うん、私行ったことなくて。お、まや
さん、明日長岡花火大会開催です。ライブ配信だった明日。あら。どうですか。え、見ようかな。いいね。YouTube とかに見れるの？杉並美香さん、よいしょ。この前アマプラでほのぼの見たけど最高。ほのぼのいいな。いいね。私もほのぼの見ようかな。こんなこと言うてるけど、ん？何？どうしたの？何を落としたんだ？俺はまず話に入ってないから何を落としたか忘れちゃった。最高のあと北海道のお土産で一番好きなのはあれだ、社長はなんでトウモロコシおかきみたいなやつ、うん、好きだよね。好き。なんか北海道店あるとき毎回買ってる気がする。絶対買う。ジャガポックルと勝ち、うん、あのトウモロコシ系のお菓子はマジでうまいね。うん、あとトウモロコシ系のお茶マジでうまいね。トウモロコシ茶美味しいよね。うん、焼きトウモロコシ好きだよね。食べたい。もう歯に、もう歯全部に挟まろうとも食べたい。うん。その後がっつり歯磨きするけど。うん。お家でどうやって作るんだ。ウーバー運んでくんねえかな。ウーバーどっから。え？どっから。ウーバーさんがもうなんなら。あれよ、なんだっけ、あのさ、焼き芋作る機会あるじゃん、スーパーに。うん。あれでトウモロコシ焼けないんかな。トウモロコシ好きですみたいな顔してるもんな。最近カビゴンって言われるんですけどね。カビゴンなんだよね。ね。カビゴン。あのポケモンスリープのカビゴンがね、とても可愛いんですよね。可愛いんだよね。可愛い、本当に可愛い。ニコーっとして。YouTube だって、あの明日のなんか、お酒飲みながら見るかな。お願いします。あとね、皆さん、あのそんなまよさんがやっている、ほっこり。ほっこり、うん。お待ちしてます。お待ちしております。まよの命をつなぐと思って。募金みたいなあれですね。ぼ文字、ぼ文、ぼ文、よろしくお願いします。けんほっこりをね。けんほっこりお願いします。どうかお願いします。そして、あの、無事、投稿本数も100本を超えた、ノーミルク、サトーラを TikTok も、よろしくお願いします。すごいね。そうですね。すね、毎日1本。まあ、この YouTube でも上げてるから、そっちで見ていただければ嬉しいんですけど、ね、うん、まあ、なんか、何かしらの動画を上げているので、よろしくお願いします。お願いします。はい。まあ、そんぐらいですかね。あの、なかなか最近私は TikTok じゃねえ、Twitter を更新する機会がないので、個人は特に言うものがないんですよね。全く。で、ミルワカの方も、ぶっちゃけ遺跡の下り以外になんかつぶやくことがないんですよ。なんで何にもやってないんですけど、まあ、あとね、SNS、YouTube、TikTok などなど、実はまだ登録してなかった、フォローしてなかったみたいなものがある人結構いたりするんじゃないかと思うので、ミルワカも結構実は多いんですよね、未登録者。結構多いんですよ。よろしくお願いします。まずは10万ですね、ほんと。あと1万8000人ぐらい？さて。県は？なんで思い悩んだんだ。残念、返せなかった。ダンボール作ってあげるから。ありがとう。ということで、今日も2時間ぐらい経ちましたので、そろそろ終わりにしたいなと思います。また週末くらいにやるんじゃないかと思いますけども、きっとね。
金かどうか日か。うん。おしゃべり楽しい。よかったね。また溜め込んでおいてね。溜め込んで。目次作るから、目次。目次。うん。今、迷うなりたいわ。あ、サイコロね。サイコロ作ろっか。あの、ボード作っといて、今日は、あの、1、2、3、4、5、6出たら何の話にしておいて。なるほどね。うん。お願いします。お願いします。はい。ということでございました。皆さん、あの、2時間、今日、ありがとうございました。じゃあ、まやさんから最後、一言。今日の合言葉は、ケンスケの FD。FD ってやから何なんだろうね。車種だよ。あ、そうなんだ。あの、イプサムみたいな話。なるほどね。FD さ、あの、BB みたいなもんね。あ、そうなんだ。なるほどね。そうだと思う。なるほど、わかりました。ありがとう。助かりました。じゃあ終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。おやすみなさい。たくさんありがとうございました。元気でね。ペコリ熱中症気をつけようね。